マーカケンです。原田です。中です。はい、今緊急で動画を撮ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとあることに気がつきまして。何ですか？今ワールドカップやってるじゃないですか。やってますね。で、一応あの試合が始まる前に激坂の本チャンネルの方で FIFA を使って、やったね。シミュレートをやったんですけど。シミュレートね。はい。はいはいはい。ここでちょっと驚くべき事実が発覚したので、ちょっとそれをね証拠動画があるんで、はい、ちょっと驚くべき事実ってちょっと9回目のシミュレーションがちょっとね、はいはいはい、すごいことになってて、まあ本チャンネル見た人だったら分かると思うんですけど、シミュレートをやっていて、でスコアがなんとドイツ戦 2-1、 すごい。2-1 ね。しかもちゃんと先制されてるんですよ、はい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 、はい、まあちょっとメンバーは入れ替えられなかったんで、あ、まあね、それは、うん、大阪いたもんね、確か。あ、そうそうそう、スタッツも高いな、44って10% ぐらいだったでしょ、あの試合ね。で、本田さんも活躍してるんで、あ、本当よ、 7.5、 なるほどね、それはまんまですね、っていうのがまああって、で、まあ次もで、2試合目のコスタリカ戦が0-1 で負けるんかい。しかも後半の方で、おー、すごい、なるほどね、取られてて、まんまじゃん、今のところ。まあそうですね、今のところこんな感じで、すごいね。で、順位も、おお、え、勝ち点の動き方一緒じゃん。一緒だね。あ、まあそうですね、スペイン、ドイツがあの、あれぐらいですかね、 C って言えば。あ、そうか、勝ち引き分けだったもんね、はい、あ、そっかそっか。続いて最終戦がスペインとの、あの、勝たないといけないみたいな感じであったと思うんですけど、うん、こちらのシミュレートの方でも、はい、あ、マジで、しかも2-1じゃん、先制されてるっていう。え、2-1じゃん。え、こんなまんまだったんだ。しかもシュート3本で2本決めてるっていう、あの、実際の試合と全く同じ結果が出てるんで。え、すごいね。なるほどね。この試合のポジション15ぐらいだったよね。15ぐらいだった。15ぐらいだった。で、順位もこちらの9回目がこんな感じで、あー、抜けなかったね、最後日本で。最後、そっか。そうっすね。そこがね。やっぱドイツと、ドイツに勝っちゃってるから、スペインが2試合目。そうだ、そこは。はいはいはい。で、まあ一応10回目の方では首位突破してるんですけど、はいはい、まあ動画見てもらえば分かるんですけど、で、この後の相手が、実際にあの、クロアチアとやることになりまして。1位抜けしたんか、クロアチア、はい。もしかしたらここの結果が、まあ全く同じ一緒になるんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっと。なるほど。2人に見てもらってるんですけど、クロアチアが。ここでちょっとこうなっちゃうっていう。あ、これ負けですね、じゃあ。いや、逆転負けのパターンなんだ、しかも。こっちのパターンね。こっちか、ついに。っていう事実に気がついたんで、事実でもないけど、っていうちょっと証拠が、はい。ちょっとあんま良くない、まあ、今いいのかな。お、でもすごいじゃん。あ、そか、イングランド、アルゼンチン違うか。イングランド、あっち側の山だったからね。あ、そうか、そうか、そうか。っていうのがあったんで、まあ、今夜ちょっとクロアチア戦、どうなるのかなっていう。比較的いい時間だしね。はい。ああ、時間はね。まあ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 。うん、まあなんで、この結果にならないように、ちょっと皆さんもちゃんと応援をしてもらって、今、森保さんの侍ジャパンの評価も爆上がりしてるんで。うん、でも多分俺らもあの結果見たとき、多分めっちゃ笑ったと思うよ、3人とも。いや、勝つわけねえからみたいな、正直思ってて。まあね、ゲーム的にはね、はい、ベスト16絶対これ超えられないになってる。ゲームはね、うん、もう使用上で、使用上、日本は多分過去ベスト8になったことがないからって、はい、もうゲームで判断されてる。あ、絶対超えない、ゲーム内では。あ、オッケーオッケー、だからここ1回勝つよ、はい、今日多分。そうすると FIFA のシミュレートでも今後日本がベスト8になるけど。なるほど。 そんな歴史繰り返すになってんだ、うん、今ね、ストップかけられてるから、ゲーム内で日本絶対突破できないになってるから。あ、オッケーオッケー。じゃあこれね、今日ね、ここまではもう無理、はい、ゲームの使用上超えられない壁だったから、あとも日本代本人もリアルやってもらう、リアルの方で超えてもらおう、やってもらおう、まうん、ということで24時ぜひ皆さんで応援しましょう、はい、っていう動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。